は数百年に一度戦いの時が訪れ、ネカリが現れる。ネカリは人外の力を持って強き戦士を喰らう。次の戦いの時に多くの戦士が糧となる。はじめの戦士は惑い進む。その身に赤き力を宿す。我不信は人、戦士の玉は我に耐えろ。トリャン、惑い進む者が戦いに身を委ねたとき、赤き力が目覚める。次の戦士は火の神に仕える者。次の戦士、世界を滅びで満たす。Yeah!
全ての滅ぼす力、全てを食らい尽くす力がぶつかり勝者は。ネカリの到来、それは誠の戦士の証し。 戦士の玉は我に返る。